あ、もう始めちゃってください。大丈夫ですよ。どん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 やっていきましょう。あ、一応試合終わってないってことの試合控えてもらって、ちょっと大会のスムーズな進行にご協力の方をお願いいたします。決めていいんじゃないけど、まあいいやありがとうありがとうなんかむしろ手伝わせてしまってごめんなさいな感じなんですが、さあ見ていきましょう。関東3世メンサーパコーリオリエ VS 千葉のエースケースケリンネ。開幕投げに行く。さあ個人的にいっちゃうと全国大会の全チームメイトはね、ケースケリンネ応援したいが、さあ先に固めていく。さあこの組み合わせ、世間的には非常にオリエがリンネがきついと言われるが、さあ関西のオリエ使いの高校レッスンで踊るとまだいけるんだよ。まだいける、なるほど。なので使い方あるでしょう、特別な。さあ人を言ってる間にいいですね、これ気持ちいいですね。ただ画面足が抜けたものの体力差が非常に大きい。これはしっかり突き出していきたい。当たると断定からしっかり体力を取っていく。当たってしまい、当たりましたね、いいのが。さあこれは画面足運ばれる。親友のトールが投げない。さあクールが置いてある。カウンター取って、これはゲージ入って欲しくる。ちょっと回収。目は覚めたか。セカンドクローズリバイド。さあ第2ラウンド、これゲージ状況オーリー非常に有利だが、さあ投げは抜ける。さあガードは硬い。ダッシュ指差し込んで、オーリーは画面足に運ぶ。さあ透かし投げ、西井でターンを無理やり取ってくれ。さあこのターンが維持できるといいんですけどね。さあ投げでターン落ちまう。さあ CS、 さあ投げ、先ほどから投げを取っているがターンが終わってしまうため、やはり立ち回りで電気が変わりやすくなってしまう。さあ、アサルト通して、これは安定コンボを得て、まず取っていくのはケースケリンネ。ケースケリンネですね。あー、大丈夫です、大丈夫です。感情が表に出過ぎだよ。そう、ノクさんは今奥のノジアイ台の方でカードが使われてしまっているので、まあちょっとノーカードでということで、で隣の筐体がニロルさんが勝ってますね。さあ、バーサスノーツ、新宿では結構見える組み合わせではあるんですが、その際の勝率がちょっと気になりますが、大会だと解散かなり強いですから、命が惜しければ邪魔をする。本当に強いので、結構どうなっていくか。さあノーツバーサスカイ、先に触るのはシードを投げてますか。ノーツさあ流れを掴むと強いカイガーはここで流れが回ってくる。さあ投げていく。さあこうなるとカイガーと止めるのが難しいぞ。さあガッチマイ車輪指導、これは結構耐えないぞ。さあ瀬戸がさあガンちゃんしっかり読んでる。読まれてた。セカンドクローズ、これは1本目ノーズで頼み込んでいく。そのキックさらに何か手を抜ける。しかしここゲージを吐いて甘えを許さない。さあ戻し切り、あ、途端で勝ってしまう。位置に戻して車輪を置いて、さあコンボです。嘘だろ。こうなるとちょっと本当に厳しい。さあ、あと引かないでしまう。さあ、ここは勇気の2へ。さあ、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 さ
っ込んでしまった。なんでんだよ。完全にテクスが出てしまってさあ大将対大将、あ、じゃあ代表戦、代表戦ですね。ノーツさん対ケイスケさん。さあとても悲しいチームメイトの巻き方見てしまった。さあケイスケ叩きを取れるか。さあ真ん中はクローバー暁と神崎ゴルドがやっているが、暁がラウンド1個取っている。なんと厄介なのが現れたな。軽くひねってやんよ。ファーストクローズ。さあ代表戦1ラウンド目、先に触るのはケイスケリンジェ。突っ込んでいきますね。さあノーツで声を押し出してケイスケリンジェ。そう 2B でしたね。アサルトジャンプが見えていない。さあノーツへバッタとくれってありました。さあまた通していく。さあかやめ固めて、さあアサルトが見えない見えない。やりたい方でやっていく。さあシード終わって、これは何も起きない。目は覚めたか。セカンドクローズディバイド。さあ第2ラウンドも先ほどのようにもうパーフェクトになっているのが中くらい。さあ攻めていたが、さすがにそうさせるぞと位置を入れ替え、ダメージ取って状況もいい。さあこれですよ、ブチダメ。ダメージの両コンボを入れていく。ゲージはここは削らない、しっかり入れていく。さあターマインの状況作りにしたら中段使え。これは痛い。この時点で完全超えてる。減りすぎでしょう。さあ周りから何なのという声が鳴り響いているが、さあ、3ラウンド。さあ、車輪巻いて、ここしっかりガードしてる。シールドをしゃがんでいたからね、中段で割れてしまう。これは非常に流れが良くない。車輪巻いて、さあ、1段今度はガード。さあ、ここでシース。シースケが割れました。方向は前提、中段で追っかけてくる。怖いですね。さあ、投げ抜け。これは、さあ、ぶち抜いてきた。ダメ端に、リンデさん、おかえりに回れて。お前、さあ、勝利で。切り返したが、ダメロフ、おもらししたように見えたが、これ通っている。さあ、CS ダッシュしてしまう。勝ったのは、ノーツ、ネザパチーム。じゃあ、次の試合、朝倉社長チーム VS、プラム時間切れ。時間さんとプラムさん、プラムさん、プラムさん、はい、時間切れさんとチームになります。で、真ん中の筐体が今、ヒロルさんと神崎さんの、あ、100円、そうだ、お願いします。参加費100円、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。参加費払った覚えがない、よく思い出してくれた、ありがとう。協賛と、あ、100円っす、100円っす。さあ真ん中はまだ試合やってますね。神崎さんが1ラウンド取ってると。代表戦ですね。代表戦ですね。ヒロドゥ対神崎。さあ端っこの台は超珍しい人が今日来てるんでね。そうですね、久々に来てくださったと。まあ、パソビが潰れるってことは朝から動くほどの事態ってことですよ。すごいですねこれ。ありがたやって感じなんですけれども、栃木からでしたっけ。栃木です。栃木ですね。栃木勢がわざわざ閉店するから最後に大会やるよって言ったら来てくださいました。本当にありがとうございます。これ毎回閉店するって言ってれば毎回来るんじゃそれなるほど。それ毎回閉店するよって言えば毎回来てくれる。あの秋葉原と原宿に行けば結構見える光景ですね。なるほど。閉店詐欺、閉店セール。
さあ隣の筐体なんかインフィニットワースイグジストが決まってダウンしている。まだ1ラウンドずつです。で、隣の筐体、あ、始めちゃって大丈夫です。